星ヶ丘駅は大阪府平方市請急2丁目にある京阪電気鉄道片野線の駅である。駅番号は KH62。長らく平方市方面行きホームとは地下通路で連絡していただけで、車椅子利用者が平方市方面へは、被災地域の改札口で申し出ると駅員が補助して、指導の踏切を渡り車椅子利用者専用の スロープから平方市域ホームへ出入りしていたが、バリアフリー化の工事が行われ、2011年3月31日に平方市域ホームにも改札口が新設され、車椅子対応の多目的トイレスロープも設置された。相対式2面2線のホームを持つ地上駅。改札口は被災地域ホーム、平方市域ホームともに、 被災地よりにあるが、このうち平方市域ホームの改札口は無人である。車椅子利用者は、被災地域ホームへは改札内に、スロープと車椅子対応の多目的トイレが設置されている、平方市域ホームはスロープのみ。被災地域ホームの改札には、切符売り場が設置されておらず、IC カードのチャージ機のみある。被災地域ホーム上にトイレがある。また、改札内で、 平方市行ホームと、被災地域ホームの地下通路がある。案内サインは、上記の通りであるが、上り列車は、平方市駅までの運転のため、淀谷橋、中野島線方面と出町柳方面は、平方市駅で乗り換える必要がある。なお、両、ホームとも有効長は5両。2019年度のある特定日における1日の、乗降人員は4885人である。 片野線では、被災地に次ぐ2番目に利用者が少ない駅である。各年度の特定日における1日乗降乗車人員数は下表の通り。駅前は住宅が多い。ありがとうございます。